皆さんこんにちは、作曲家の西村直樹です。今日も西村ピアノアカデミーからお送りしています。今日2019年10月9日水曜日、今日の数波の言葉は、言葉のエネルギーで細胞活性。言葉のエネルギーで細胞活性。そして今日の BGM は、真言宗総本山当時の調べ、生命の和の音 432Hz で作曲しました。京都駅近くにあります当時、ぜひ皆様訪れてはいかがでしょうか。この当時の調べの中から今日は最後の曲、仏のそばで、仏のそばでをお送りしています。それでは今日一日が皆様にとって素晴らしい一日でありますように。